おはようございます。月曜日なんでカラパス先に引きます。まだ星の出たことないっす僕。ナイス水木かくれんぼ。なんだか様子が隠れて3日目。はい、それでは予告イベントは、ゲットオーバイ開催、直訳すると乗り越えろというイベント名になっています。レオニーと箱入れ情報出ましたのでご一緒に見ていきましょう。はい、プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクをいつもご利用いただきましてありがとうございます。多虐イベントマラソンです。開催期間4月11日15時から19日の20時59分までとなっています。前回が、プロセカの中で一番長い11日イベントだったんですけど、それもあって次回のイベントは9日イベ、少し短い、短くはないか、前回よりか短いイベントになってます。はい、ピュアレオニ、ピュアレオニか。あの限定の水着とかピュアだったな。ワンダシュナマ配信の時に、レオニ、そして次回がモアモアジャンプかな。そのイベントのバナー、サキちゃん、そしてアイリちゃんバナーなんじゃないかと。予想してましたが、そのまんま来るんじゃないかなっていう結果ですよね。はい、編成組ませていただきました。ピュアタイプレオニードということで、総合額30、僕に関してはどんな編成組んでも、箱入れだったら30万乗り越えてきましたね。一応星4で染めてはいるんですけど、星3ですと、サキちゃん、リンちゃん、シホちゃん、ホナミちゃん、ルカ姉さん。で、星2も全然いますので、箱入れ、もういつも言ってると思うんですけど、箱入れはもう組める。星3、星2でも染めれるし、他にも星4ですと、サブユニットレオニードのカイトさんございますし、いつも通り臨機応変にお願いします。ここからですよ。4月の復刻ですね。150% がバカみたいに来るあのガチャです。はい、僕はニゴミックだけ引けてないんですけど、ちょっとイラストだったりスキル面考えて、復刻引くって方おそらくめちゃめちゃいると思うんで、クリスタル相談してこの4月乗り越えるのかなと。あと4月バースデーですとみのりちゃんエナナンございますので、そちらも忘れずに計算していきましょう。皆様の感想をコメント欄に残してください。最後までご視聴ありがとうございました。